れども、とっても寒いので今日はきびたん体操をしてみんなで温まりたいと思います。その前に皆さん、きびたん体操したことありますか？したことある人？あ、みんな初めて。あ、したことあるお友達もいるみたいだよ。きびたん、よかったね。うん、じゃあまずはきびたんって何なのかちょっとご説明したいと思います。きびたんは平成7年に開催された福島国体のマスコットキャラクターとして一般公募から誕生したキャラクターなんです。きびたきというお腹が黄色くてとっても可愛い福島県の鳥がモチーフになっています。よくお団子とかそういうね、柑橘系の果物とかに間違われたりしちゃうんですけれども、きびたんは鳥ですので皆さん覚えておいてください。現在は福島県の復興シンボルキャラクターとして県内外のイベントに参加させていただいたり、そしてこういうきびたん体操をね、みんなで一緒に楽しんでやっている活動をしています。今日もきびたん体操これからするので、みんな一緒にやってくれますか？早速ね、じゃあきびたん体操を私たちからお教えしたいと思います。私たちの、チームきびたんを見ててください。あ、後ろにいるご当地キャラクターも一緒にやってくれるみたいかな一緒にやってくれるじゃあここのステージの上にいるお友達も一緒にやってみましょう。まずはきびたん体操は卵のポーズをします。こうです。お姉さんを見ててください。そしたらパッと開きます。そうです。そしたら後ろに回ります。鳥さんの真似をしながらピヨ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 と後ろに回ります。パッ後ろ向けたかな。キビタンに背を向ける形になります。そしたら腰をひねってキビタンにバイバイします。そうです。そしたら反対側もバイバーイ。そうです。そしたらもう片方にもバイバーイ。最後もう一回バイバーイします。そうです。そしたら前に戻ってきます。皆さんはきびたんの方を向いてください。じゃあステージにいるお友達はお客さんたちの方を見てくださいね。その後は、おはようのポーズだったり、あとはバンザイのポーズだったり、いろんなポーズがあるんですが、皆さんにぜひ合わせていただきたいポイントが歌の中にキビタンキビタンキビタンというところがあります。ここをぜひ皆さんに合わせていただきたいと思います。まずは両手で羽を作ります。できました？ピピしてるね。そうです。そしたら胸の前に持ってきて、こっちにパタ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 します。そうです。上手上手。そしたらこっちにもパタパタ。そしたら大きく羽を作ってパタパタ。そうです。みんなバッチリです。お姉さんからはみんなの体操がバッチリ見ています。じゃあお姉さんの歌に合わせてやっていきましょう。いきますよ。羽を作っていきますよ。せーの。キビタンキビタンキビタン。そうです、バッチリです。キビタンみんな上手だね。うん。それでは早速みんな一緒にやってくれる？キビタン体操じゃあこれから曲に合わせてみんなで体操をやっていきたいと思います。他のところはお姉さんの掛け声に合わせて真似をしてやってみてください。それでは行きましょう。最初のポーズは卵のポーズからです。いきますよ。ミュージックスタート。パッと開きます。ピヨピヨで後ろを向きます。バイバイ。キビタンに向かってバイバイです。バイバイ。そうです、バイバイ。前向きます。おはようのポーズ、おはようのポーズ。バンザイ、バンザイ。前行きます。前行ってジャンプ、後ろ行ってジャンプ。カエルさん
のまね。カエルさんのポーズ。おはようのポーズ。おはようのポーズ。万歳。万歳。前行きます。前行ってジャンプ。後ろ行ってジャンプ。パンと開いてバランス。さあ両手合わせてグネグネグネ。パンと開いて。指を刺します。キビタン行きます。パタ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 。あとは繰り返しです。バンザーイバンザーイ。前行きます。前行ってジャンプ。後ろ行ってジャンプ。カエルさんカエルさん。おはようのポーズ。おはようのポーズ。バンザーイ行きますよ。前行ってジャンプ。後ろ行ってジャンプ。パッと開いてバランス。そうね。そしたら今度はまた後ろを向きます。バイ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 。キビタンにバイバイ。そうです。みんな上手です。前向きます。おはようのポーズ。おはようのポーズ。ジャンプ。後ろ行ってジャンプ。カエルさんカエルさん。あとは繰り返しです。バンザーイバンザーイ。前行きます。前行ってジャンプ。後ろ行ってジャンプ。パッと開いてバランス。ちっちゃくなります。くねくねくね。パッと開いて後ろのお友達もご当地キャラクターの皆さんもどうもありがとうございました。それでは以上チームキビタンとキビタンでした。皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。チームキビタンはこの後また1時のねご当地キャラのコーナーでも出てきますし、3時からも出てきます。そしてその後3時15分ぐらいからかな、もう一回キビタン体操やってくれますのでね、よろしくお願いします。この後キビタンも皆さんのところに行きますか。行きます。行くよね。はい一緒にね写真撮ってくださいね。はい、今日またキビタンのいろんなグッズも販売してますよね。そうなんです。キビタングッズあるよね。あると思いますね。はい、あると思うのでコーナーまで行っていただければと思いますよ。はい、よろしくお願いします。さあこの後も白川ご当地キャラヒーローフェスタインダルマ市でお楽しみください。ステージはこの後12時から白川消防署の PR タイムということで劇団ファイヤーがステージに登場です。